どうだ、全員。星翔隊暗殺、一枚噛まないか。もう全員じゃねえ。向こうに入ったんでな。今は伏黒だ。いいぜ。その話受けてやる。めぐみは元気か？誰だっけ？おい、ちょっと待て。いや、なんでもない。バカ言え。その辺の匿名掲示板じゃねえんだぞ。消せよ、消せ。電波が悪い。おい、二度とごめんだ、ガキのおもりは。どっかで会ったか。気にすんな、俺も苦手だ。男の名前覚えんのは。天内の懸賞金はもう取り下げられたぞ、間抜け。俺が取り下げたんだよ、痩せ我慢。天与呪縛のフィジカルギフテッド。妖刀ジャクン系に使おうってわけね。じゃああいつの位置がわからん。資格もできた。もう一度青で。いや、待て。あいつの狙いは危ない。帰ろう、リコちゃん。はい、お疲れ。解散、解散。なんでお前がここにいる？なんでって、ああ、そういう意味ね。五条悟は俺が殺した。焦んなよ。話の続きだ。皆まで言うな。それじゃあ今度は呪霊の呪力で透明じゃなくなっちまうってんだろ。呪霊に自らの体を格納させてサイズを落とす。最高高度の光竜だぞ。私綺麗。ああ、そうだな。ここはあえて趣味じゃねえ。そういう感じね。式神使いなら殺したが、呪霊操術となるとな。お前の死後、取り込んでた呪霊がどうなるかわからん。ここで面倒事は避けたい。親に恵まれたな。ああ、恵みって。そうだった、そうだった。俺が名付けたんだった。多少色もつけよう。さすが教祖様、太っ腹だね。教祖じゃねえよ。ああ、もし天元が暴走すれば立ち行かなくなるのは人間社会かもしれねえぜ。星と共に落ちるのならばやむなし。
その金で飯食おう。接待に使ってる店連れてけよ。やだよ、お前男におごんねえじゃん。お前と関わるのはな、仕事か地獄でだけって決めてんだよ。よう、久しぶり。マジか。できたことねえよ。まるで唯一できるやつは何言ってんの。ペラペラと。こいつ、灰になってる。灰の灰因は俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。灰因？勝負はこれからだろう。これでいい。殺す。自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。